話すべき時が来たようだ。お前のようなコライオンの物語。確認だけど、俺たちも出てくる？もちろん、俺たちの話に決まってるだろう。彼らがまだ幼かった頃に、ムファサと、後にスカーと呼ばれることになる王子は兄弟になった。いや、君の名前は？ムファサ。ダメだと言ったはずよ。ムファサは放っておけないよ。これは掟なの、タカ。王はよそ者を受け入れないわ。よそ者じゃない、もう仲間だよ。得体の知れない奴と付き合うな。タカは未来の王、高貴な血を守るのだ。父さん、僕が救ったんだ。あのね、ムファサ、兄弟が欲しかったんだ。時々感じるんだ。風はほとんどないのに、ふるさとの匂いがしてすぐ消える。新しいふるさとを探すのよ、兄弟二人で。命の輪が待っているわ。そんな輪などもうない。この俺が新たな王だ。ムファサ、逃げて。一緒に戦うんだ。叶うわけない。こんな危険な目に遭うなんて聞いてない。兄弟は絶対に守り抜く。ムファサ、あー、こんなの無茶だ。助かった、やったぞ、最高。それはどうかな。